はい、じゃあ行きますか。乗った瞬間一瞬上がるから、これを繰り返すことにより飛び越す。なんかすいません、飛び越しちゃってすいません。あれ、あ、出た、ウォロ。どこにでもおるやん。すいません、僕もちょっと純白をイメージしてみました。アマレンゲさんに頼まれた剣舞茸を届けに来たのですが、クレベースの話を聞くことができました。どうです、お聞きになりますか。ぜひ。ですよね、多分お前多分結構ですって言っても喋れろ。翡翠地方5匹目のキングですね。あいつはとんでもないぞ。教えていただいた話では、氷の塊を弾幕のように打つだけでなく、大きなつららを放ったり、地面から氷の結晶を突き出すそうです。いよいよ死ぬんちゃうか、俺。ちなみに古代のクレベースは高さが30メートルもあったそうですよ。大きすぎませんか?あれだよ、剣舞茸を食べてからの筋肉特攻機が食べた、こいつ会話通じね。ダメだ。でも、ハマレンゲさん言うほどムキムキじゃないよな。クレベースを見たかったのですが、さすがに危ないと言われましてね。では寒いので失礼します。あ、でもなんか、過去一まともな理由でここにおる。で、これ。この瞬間一瞬上がるから、これを利用してこう飛ぶ後を繰り返すことによって、意外といける。意外とどこにでもいける。お前さんの気持ちの強さが上回ったか。いや、世界、人の世界、ポケモンの世界に踏み込むことで得た力なのでしょうか。永遠の氷を使い沈め玉をご用意しましょう。してなかったの?嘘!結構かかってるね。俺結構のんびり来たつもりやったけど。おー、ありがとう。クレベースを沈めたいのでしたら先に進むといいでしょう。ですがクレベースはとにかく氷塊を放ってきます。とにかく氷塊を放ってくるクレベース。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。いきます。うん、おしゃれ。急におしゃれになってしまったな。でけえってこと。でもでけえポケモン、親分ポケモンで見慣れてるから、ただでかいだけじゃな。あとちゃんと寒さ対策もバッチリやしな。袖もっと締めた方がええんちゃうか。そっから、あれ、ちょっと待って、聞いてた話と違う。え、どうすんのこれ。沈め玉とかそういう感じこれ。あ、ちょっと待って、そもそも俺この場所から動かれへん。わわ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 、これマジこれ、いてててて、あ、違う、こうなるほど、なるほど。はいはいはい。こうね。いってえ!死んじゃう。はいはいはい。地面に予告が出るから、これが出たら、こう。はあ。おかしい。こいつ今までのやつと比べて、明らかに俺のこと殺そうとしてる。怖い。これ何?ああ、はい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 。ベイビー?ポケモンを投げて戦い。じゃあすいません。すっごい下の方に出た。あれ、爆、ああ、お前いつの間に、爆風が先に動けるから、もうこれはオーバーヒーじゃないですか。いけ、力技オーバーヒート、お前の力技オーバーヒート見したれ。いた、今俺のことを巻き込んだ。あー、ちょちょちょ、いい、この財布もにする。こいつが荒ぶってないとかマジで言うてんの。こいつららばりみたいなやつ。いい、危ない。ちょ、殺すペースで撃ってる。あー、マジか。危ない。でもあと一発耐えれば、この冷凍ビームさえ避ければ。はい、ポケモンを投げて戦え。はい、じゃあ爆踏んで、すいません。あれ、ああ、爆間に合ってない。間に合ってないけど、これも言うて終わりでしょ。オッケー。
あー、びっくりした。沈めたまえ。何故荒ぶるのか。痛かったわ。おー、沈まった。でも確かに口からめっちゃ雪吐いてただけな気もする。無言はやめてくれ。おー、そか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 。つららのプレート。ありがとうございます。プレートもだいぶ溜まってきたな。ありがとうね。いや、お前ら寒ないんか。俺の格好見てなんか思うことないんか。そんなに気を落とされなくても。ですが、あのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは、空から落ちてきたトワノシになるもの化け物ですか。いやいやいや、散々刺さったよ。自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。トワノシンさん、ハマ先生は真珠団を心より大事に思っていてくれるし、神王様を心から信じている。だから金剛団や銀河団と交わりを神王様を思う気持ちが薄れる、交わり恐れることを誰よりも恐れて懸念なされていた。でもそれも変わるね。かい？トワノシンさんが教えてくれた。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられる。私もグレイシアの強さをもっと引き出せるようになりたい。ああ、ええことなんちゃいます？そうか、グレイシア使ってんのは、めちゃめちゃ寒い地方出身やからか。ああ、来た。トードの変な奴ら揃い込み。アラブルキングを全て沈めた。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。めっちゃでっかい文字でおいでって出てきた、どうしよう。そのようだな。これで終わってほしいよな。時空の裂け目からまた不思議な雷が落ちたとしても、ドアノシンがいれば大丈夫とはいえ。やべえ、全部やらす気や。あの妖怪。お互い信じる神王様が異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。適当なことを。さて、すべてのキングを沈めた。電木の旦那のしかめ面どのように変化したか見に行こうぜ。ああ、確かに。こっからどうすんのやろ。空から見ていたけど大迫力の戦いだったね。確かにそういえば戦闘中ウォーグル使われへんからな。そっか、わさびちゃん。なんかわさびちゃん今んとこ一番好きかもな。なんか不思議ちゃんやけれどもキャラクターめっちゃいいよな。帰るわ、ラベ。帰るわ。寒いわ。ひでえ目にあったわ。どてっぱらに大穴開いたわ。なんで生きてんのかわからん俺。あ、そうや。俺手持ちにさ、なぜかキルリアがいるんですよ。これ、親分キルリアやねんけどさ。ひなつがね、キルリア見せてって言ってきて。でも捕まえたキルリア親分やねんけど、これ見せれんのかな？ごっつでかいねんけど。ひなつごっつでかいけど大丈夫。ごっつでかい。でかでかいし、あ、親分やったら、言及されるんや。もしキルリアの親分がお客さんとしてきたらどうやって髪結いしていいかわからないな。でかっ。キルリアは楽しいと踊ると言われている。私も踊ると髪が気持ちよく揺れる。そんな髪型にしてみたい。でかっ。なんか頭身違いすぎて、なんやこの絵、コラーみたいになってる。よかったら早速試しなよ。おお、試す試す試すし、でか。キルリアも心なしか居心地悪そうやったわ。髪型はだいぶファンキーなやつが増えたね。そうか。巻き髪は若干可愛いけど。メカグレ結構気に入ってんのよな。これカラーリングが増えてるでしょ。薄紅、空色。ああ、白いいね。白いいわ。白俺。白。すごい、なんで合力って、ああ、あれや。力仕事で合力の手借りたいって人が。こんにちは。すべてのキングが荒ぶり、荒ぶったキングをすべて沈めたか。俺の仕事終わりですか？もうここから先遊んで暮らしていいですか？とにかく肩がついてよかった。時空の裂け目から落ちてきた得体の知れないお前がもう、俺のこと得体も知れないを枕言葉にするのやめてよ。そろそろ得体知れてるやろ。明日から普通の日々が始まるな。
芋づる天気で需要を取れ、体をゆるりと休めろ。銀河団が安心して引き継いで暮らせるようになるまで、調査隊の仕事に終わりはない。うん、なんかまあ一旦落ち着いたな。あれやらなこれやらなみたいなのは一時的に落ち着いたから、俺翔ちゃんと仲良く暮らすわ。じゃあ、あと美味しいものがあればどんどん持ってきてください。ごめんな、モベさん、いつも。なんでいつも俺らテラス席で食ってんの。すべてのキングが静まり、大きな脅威は去りましたね。野生のポケモンに気をつけつつ調査を進めないと。何もしていないクレベースまで沈めるのはと考えていましたが、結果としてみんなが安心できてよかったです。ドアノシンが空から落ちてこなかったら、今も荒ぶるキングが誰かを襲っていたかも。それにしても時空の叫びとは何でしょう。どうしたら消えるのか。でも消えちゃったらドアノシンは戻れないのでは。そうだね。調査すればいいのです。それにトウノシン君の居場所はここ寿村ですから。明日からも大変ですよ。僕たち調査隊の目標はポケモン図鑑の完成ですからね。この仕事って週休2日じゃないんですか。助手としてトウノシンの調査を手助けしていければ。翔くんも立派な調査隊員です。翔ちゃんが助手として俺の何かを手伝ってくれたのってあったっけ。まあチュートリアルか。まあ、あの時は確かに、あれ以降特になんか、そもそも顔も見てないねんけど、普段どこにいてんねやろ。ということで、翌日。いや、どこー、何今のアルセウス。やとしたらどうしたの。異変。確かに。異変は起きてる。なんやなんや、もう、寝とんねんけど。うーわー。空液晶テレビの中身みたい。何俺沈めすぎた。アラブルキング沈めすぎましたかね。あ、電木さんが怒ってる。いや、晴れてないといや。時空の叫びから何とも言えないエネルギーが溢れ、空が赤く染まった。ほう、伝言がある。団長が即刻参れと。俺が？俺のせい、これ。俺は頑張ってると思うけど。ぬーまがまがしい、そうとしか言えない空となったな。なんだよ、旦那。キングを沈めた後の話し合いだよね。それよりも確認すべきことができたのでな。トワノシンが落ちてきた、その夜に不思議な雷も落ち、バサギリたちが荒ぶり出した。何かしらの関連を疑うのは当然。トワノシン、お前は何者だ。え？わかりません。そうであろうな。時空の裂け目を通じてお前と荒ぶるキングたちは繋がっていたのではないか。キングを沈めていくことで私たちは信用を得ていたのか。して今度は何をする、何を企んでおるのだ。うんな、めんどくさいことすると思う。大混乱か旦那。何もトワノシンさんが何かしていると決まったわけでは。トワノシンがそんなすげえ力を持つとかありえねえだろう。潔白であると言い切れるのか。時空の裂け目から落ちてきた人間だぞ。誰が素性を保証できるのだ。まあ、結局やっぱり得体の知れないって思い続けてたのは電木さんやったってことか。絶対に毎回つけてたもんな、得体の知れないことで定評のあるトワノシンさん。無理難題をふっかけるなんて、トワノシンはどうすりゃいいんだよ。調査の機会を与える。ただし銀河団としてではなく疑いを晴らさねばならぬ。一人の容疑者としてだ。ことむき村では空から落ちてきたお前を怪しむもの。もう現状お前だけやぞ、俺のこと怪しんでんの。それゆえ銀河団を退団してもらう。異変の理由が判明するまで、いや事態を解決して身の潔白を証明できるまで、ことむき村に入ることは許さん。はい。まあ上司が言うことやしな。かわいだて無用。銀河団の団長である私の責任において果たすべき責務。
これまでの功績お前の異能は認めている。それゆえ取らず自由にするのだ。はあ、まあ俺銀河団辞めても全然混合団と真珠団に身を寄せて生きていけるから、別にこんなおっさんどうでもええわ感あるけど。え、どうして？決定である。島星さんはちょっと嫌そうやな。ちょっとあげまると最後に挨拶、あ、すいません、すいません、すいません、あげまると記念撮影したくて。いや、ほんまお世話になりました、ありがとうございました。稲ちゃんも元気でね。まさか、あれ、ちょっと待って、なんか俺島淵さん抜いてんけど。ああ、歩みが早い。やはり空から落ちてきた人は、ほら、もうこれ電木のせいやって。正直、村のみんなが俺を疑い出したとかじゃないの、これ。電木が騒いだせいやろ、これ。この状況、電木が、ちゃんと、説明してくれてたら。ん？だが、この者は私の一存で入団させた。原野ベースまで同行し、責任を持って銀河団から追放する。すいません、助かります。助かりますわ。行き先は原野ベースですね、ご無事で。あの着物ひげ、ほんま。ボスもひどいですよね。トワノシンさんは任務としてキングを沈めただけなのに。空から落ちてきたとはいえ、トワノシン君に空を赤くする力なんてないんですよ。空が赤かったとしてなんやねん。っていうか、アンフォギーバブルディスキシケーション。非科学的です。科学者として断固抗議するのです。トワノシンをこれ以上困らせるな。トワノシンをかばうことで博士たちに類が及べばどうなる。だが君に感謝している人間もいる。関や海がそうであろう。そうです、混合団真珠団であればトワノシンをかくまってくれるかも。と言っても関さんも海さんもそれぞれの集落に戻られましたし、まずは菊井さんに会われるとよろしいのでは。ああ、確かに、ここまで来たしな。命令するの、誰死にするな。調査のための便宜は図っておく。希望も称賛も所詮は他人の感情。重要なのは君自身がどうあるべきか強く持つことだ。始まりの浜で語ったポケモン図鑑完成の夢、君がいないと叶わない。まあしゃあないしゃあない。混乱もしとるんやわ。あれほどの大きな裂け目だよ。あそこから雷がポケモンに落ちればどんなポケモンだってあれ狂うよね。真珠団のみんなも大騒ぎだからね。やはり空から落ちてきたものは災いを招くものだったりするのかね。俺現状っていうか空赤いだけちゃうの。なんか災いました。だけどさすがにね、手を差し伸べたいけれど甲斐さんに迷惑かかるからね。バサギリを沈めてくれて感謝しているし、報いたいが俺一人ではどうにもできないね。ヨネさんなら何とかしてくれないかね。あの人面倒見がいいからね。ヨネさんおそらく削られ橋にいるのではないかね。なんでも思い出の場所らしいからね。あれか、削られ橋って最初にあったところか。電木に対してめっちゃ不安やねんけど、あの人今好感度2億ぐらい下げたけど、こっから先どんなことがあってもなんていうか、あの相殺できなくない？この後俺が全ての異変沈めて、うん、やはりお前は信頼できるやつであったか、すまなかったな、とか言い出したら、めちゃくちゃ嫌われたまま終わるけど、ポケモン界で最も嫌われているおっさんとして名を馳せることになると思うけど、もうこっからの一発逆転なんかある？電木のおじさん、もう、命と引き換えにディアルが呼ぶとかせんと。プレイヤーからの好感度上がらん気がするけど、これだけおかしな光景が広がったら誰だってまともではいられなくなる。何が起きているんだい？わからん。わからんけど、銀河団はやめた。空が赤いので、やめた。混合団でもあんたを助けられないよね。あんたのために混合団と銀河団が争ったらあんたも嫌だろう。
ああ、そうか、そうなんのか。アイシス様に好かれたあんたに味方したいけれど、今は許しておくれよ。時が解決してくれる。それにあんたは運命を切り開いてきたよね。これまでもこれからも。やべえ、すげえ適当なこと言ってない？適当なことを言ってごまかそうとしてない？これ今までのキャプテンに一人ずつ会っていったりとかすんのかな？あかんか。そうか、しばらくコイキング食うしかないな。ん？お、コリンク。あれ、コリンクって敵対ポケモンじゃなかったっけ？せやなん、元気出すわ。元気出せばええんや。てか、こういう時にアルセウスフォンどうにかしてよ。アルセウスのせいやけど、この状況。すごい、コリンクに慰められた。だって、あ、ウォロ。あなたの周りでは不思議なことばかり起きますね。おお、この状況でウォロか。探していましたよ。お得意様がいなくなると自分も困りますからね。事情は知っております。優れた商人は情報の重要性を分かっているものです。さて、銀河団はもちろん、混合団、真珠団にも居場所がないようですね。胃腸紹介入りますってなったらどうしよう。誰もが翡翠地方の全てを知っているわけではありません。いいところを教えますよ。自分にお任せあれ。ほう。ここに来てウォロが役に立つんか。こちらです。え、なにここ？ボロ屋ですが、そこは我慢していただいて。お、空き家？隠れ里の主、ここどこ？ああ、新規マップか。いやー、助かるわ、誰？またゾロナ負けに来たのか。空が赤くても変わらぬやつよの。え、誰？コギットさん。今日は翡翠の神話や伝説を学びに来たわけではないのです。コギットじゃ。してこやつは、え、まさに時の人ですね。荒ぶるキングたちを沈めたとあの神さんです。ああ、以前話しておった時空の迷い人か。え、これも白な。そなたのおかげでようやく務めを果たせそうじゃ。時空の迷い人？俺そんなかっこいい名前で呼ばれたんすか？時空の裂け目は捨ておけぬ。時間空間の均衡が崩れかねん。それを防ぐ使命を託されたが、時空の迷い人であるそなたじゃ。あ、そうやったんすか。すいません、おしゃれな格好で。あなたも大概おしゃれですね。長い話になるの、参れ、自慢の庵に入れてやる。ボロや言うてたで、この人。あ、中おしゃれやった。時空の裂け目はの、いくつもの時空につながる穴という。その一つ遥か向こうの時空におられるのが神王様。はあ、どっちの？確かに。オーコライコン、これ、チュウという。四方上下、これ、ウという。現在を含む未来、すなわち時間をチュウと呼び。前後左右上下の全方向、すなわち空間をウと呼ぶ。ほう、宇宙や。混合団、真珠団のように時間と空間のどちらかだけをすごいと言えるものかの。どちらも宇宙。ま、異なる時代を知るその他にはわかる話よの。さて、時空の迷い人よ。使命の内容を伝えようぞ。翡翠地方にある湖、真珠湖、立志湖、英知湖。うわぁ！あー、ゆくしやぐのむえぐり、いぐり、もぐりっと。それぞれに心を表すと言われるポケモンがおってな。湖の3匹の試練をこなし、授けられたものを霧の遺跡に持っていくのじゃ。そこで得られる赤い鎖なら世界をつなげられるらしいでな。世界をつなぐですか？裂け目を閉じるではなくて。えい、そのような目で見るな。わしだって裂け目が生じたら湖を巡り霧の遺跡に行けという大昔の話がどこまで真実か知らん。それでも伝承せよという役目は果たさねばなるのからの。先祖も罪じゃ。子孫の苦労を考えず伝説と残しよって。その他使命が分かったならやるよな。結構年いってんのかな。やります！なすべきことを知っているというのは尊いの。今来たの？遅っ！追放された瞬間に出せ、そんなもん。
コキトさんのいおりにはクラフト代もありますし、材料であれば自分が手配しますよ。もちろん代金をいただきますがね。放牧場は、そう、ポケモンや。なんじゃ今の鳴き声、今度はポケモンでも迷い込んだのか。もう全部のポケモン来てて、お前だってなったらどうしよう。あ、これ、島星のケイシーか。あら、手紙ですね、トワノシンさん宛ての。トワノシン、私のポケモンを通じて放牧場のポケモンをやり取りしろ。ベースキャンプも使えるよう手配した。優れた調査隊の一員として君がこの異常事態の調査をいち早く終えることを信じている。島星、島星さん、あいつ3つの湖を巡るですが、なかなかに惚れの折れる仕事、どなたか手伝ってくれませんかね。オロスさん、商人というのは抜け目ないね。あ、出た。とりあえずはよ、混合団の連中は安堵させてきたぜ。キャプテンたちもキングの様子を見ているが問題ねってな。だがよ、表だってアンテを助けるわけにはいかねえ。電木さんの面目を潰すと団の関係がこじれそうだしね。つまりだ、こっそり助けてやるから俺かこいつかどっちか選べ。ま、選ぶまでもないだろうがよ。え?あんたが吹いている髪投げの笛を譲ったのは誰だ?目の前にいる音色男だぜ。あ、やべえ。すげえ。恩着せてくる。はい。私だよね。バサギリを沈めるとき材料となる鉱物を持ってきたし、共に沈め玉を作ったよ。あ、カイちゃんかわいい。カイちゃんかわいい。カイちゃんかわいい。でもどっちかって言われたら俺ダイヤモンド買ってるし、石かな。まあ、石やな。おお、任せておきな。では、選ばれなかった。その言い方、電木さんの動向を見ておくよ。私なら話も聞けるだろうし。では、選ばれた幸運なお方、一緒に湖に参りましょう。詳しいことは道筋から説明しますので。湖?翡翠地方には3つの湖があるけど。とにかく向かおうとしようぜ。同行してるところを見られるとまずいからな。現地で落ち合おう。頼んだよ、関。トワノシンさんに迷惑かけないでね。信じ子の試練。立志子の試練。ああ、でも確かに湖はあったな。電木の旦那のメンツとか知らなくない?この状況も。あれな。この状況で行けばおそらく、こいつらどうやって渡ったの?普通にいるけど。でもなんか洞窟みたいなのないな。宍道湖と同じく火山噴火によって誕生したと言われていますね。ポケモン同士の戦いでくぼんだとの説もあります。守っているのはアグノムというポケモン。アグノムが飛び回ったことで人々に何かをするための決意というものが生まれた。そう言われていますね。ほう。すいません、これなんですけど。ペイペイ。完全にコンビニで買い物するとき、QR コードを見せるとき、ああ、すごい。そういうことか。先ほどまでなかった洞窟がトワノシンさんを出迎えた。中には湖のポケモンを守るポケモンがいるのでしょうね。なんかこの状況全部アルセウスのせいって思ったら、アルセウスに対しても腹立ってきたな。え?アグノム?俺なんか怖いハリーセンに見えるけど。トワノシン気をつけろ。この土下、じい様に聞いたことがある。こいつは毒を持ってるぞ。こんにちは。ぶっ刺しー怖すぎる。ぶっ刺されるんですか、自分。レベル69のハリーマン。なよ、こいつ。毒でも何でもない攻撃してくるし。まあ、力技雷パンチで落ちるんじゃないの?はい。あれ、効果抜群じゃない?マジか。エレキブル落ちてもうた。でも少なくとも毒タイプではあるんやろ。じゃあもうガブの地震でいいんじゃないか。大地の力。もうこれは絶対効果抜群でしょ。じゃあこいつ水タイプついてないの?効果は抜群だ。毒単体とかそういうこと?倒しましたけど。
倒しちゃってよかったんかな。捕まえてもよかったな。さすがだな。不思議な気配を感じる。クルガーアグノム。ユクシーアグノム。エモリット。エモリットや、最後のやつ。ごめん、エモリット。ずっと思い出せなかった。君がアグノムな。諦めない意志を確かめたい。沈め玉を投げ続け当ててみせよ。僕がですか？わ、便利。現れた沈め玉、アグノムに当てろってことかよ。ちっちゃい。こいつ、ポケモンスナップのミオや。出た。え、3回でいいんすか？もっと50回ぐらいやらされたかと思った。諦めますか？諦めるか。諦めますかって、だって諦めずにって書いてあるし、もう諦めてもいいんじゃないですか。これは3回やると見たね、俺は。ここで諦めるって言ったらブーブーって言われるやろ。無理です、諦めなさい。諦めるか。この面接官、諦めへんタイプの人が好きなタイプ。ここでガッツミスっといたら、これは好印象。あ、いいね。前向きに検討させていただきます。世界をつなぐために心の一部を授ける。やった、気に入られた。めっちゃびっくりしてる。これ何？エマ？アグノムの牙。立志湖に住む石の神、アグノムの試練を達成した証、赤い鎖を作るために必要。あと2つだな。今更やけど、赤い鎖ってあれやよね。ダイヤモンドパールとプラチナのあの没イベントやよね。そもそもなんかアルセウスってダイヤモンドパールの時点でイベントとしては存在しててみたいな感じやったはず。あんたいろいろ詳しいんだな。そうですね、商人だからというのもありますが、純粋に興味がそそられますね。過去に何があったから現在がこうなっているのか、もっと言えば己はどこから来てどこへ行くのか、ルーツを知りたいのです。それは俺たちも同じだな。なぜ神王様を崇めんのか。しかも崇めていた神王様は。大事な話ですが、今は急ぎましょう。コキトさんの寄りに戻りますか。戻ろう。わかりました。コキトさんにも話を聞きたいですしね。そう、なんかイベント上では赤い鎖っていうのがあって、それ使ったら始まりの間っていうのが出てきて、そこで展開の笛を吹くと、あのアルセウスが現れてバトルになるっていうイベントがあったけど、なんかボツになったかなんかで、データだけ残ってんのよね。アグノムの牙か。伝説は真実、つまり赤い鎖も真実。そういうことじゃな。わからねえけどよ、どうして心を荒らすポケモンがくれる道具で世界をつなぐ今の状況を解決できるんだ。正しい疑問を持てるというのは悟い証、さすがはオサじゃな。うわ、急に褒めた。心がなければ裂け目が広がり、世界が終わろうとも気にすることはない。逆に言えば、心があるからこそ世界、時間、空間は認識され、成り立つとも言えるのじゃ。そうじゃな、赤い鎖は世界を正しく見るための道具かの。わからん。わからないなりに世界のありようを教えてくれるのが神話じゃ。神王様について、自分のいる世界についてもっと考えろということだな。そうなのです。神話は最高なのです。よし、あと2回、同じことをすれば赤い鎖もできるわけですね。お前は遺跡とかが好きでついて回っているだけじゃのに、偉そうというかお気楽というか。なんか、最高にうさんくさいやつが味方になってしまったな。